ですから着地がピタッと決まれば10点の演技だったんでしょうね。そうですね。の後はブルガリア1回目です。伸身でいきます。これはいいですね、着地の取り方がね、良かったですね、はい、伸身のスカール飛びです。この速攻で入るのが塚原ですが、その後体をピンと伸ばしての伸身です。よく言えばもう一つ高さが欲しいなっていうふうに思いますね。あ、そうですか、はい。ゾワイア、グランチャロワ、モスクワの世界選手権個人21位、今の1回目 9.80 が出ています。なかなかシャレたレオタードです。黒い目が光ります。グランチャロワ2回目の跳馬です。やはり塚原、今度はひねります。どうでしょうか。そうですね、1回目使うの伸身でまとめといて2回目に使うの1回転と、やはり2回目の方が良かったと思いますね。引き手もよく効いてますし、ひねってますね、はい。あの問題はやっぱ着地なんですけどね、もう一つというところです。やはり